両国へ行員元柳橋手前が、隅田川奥の橋が元柳橋で、これをくぐるのが八玄堀である。八玄堀とは、現在の東京と中央区東日本橋に、かつて存在した運河であり、堀周辺の通称地名でもあった。現在の地名では、全流路が東日本橋内にある。隅田川より2丁目10番地の中央区立日本橋。 中学校内を南西に直進し、旧番地で北西に、俺、一丁目に至った。過去の地名では、八原堀町、米沢町などを通った。堀底の形状が V 字型であり、八原のくぼみに似ていることに由来する一般的な名称である。現在でも広島市などに同名の地名が残る。八原堀町。老舗の店が並び、下町の中心地だった。 関東大震災後も昔ながらの町並みに復興された昇法年間に矢の倉と称する米蔵が置かれ、矢原堀は矢の倉に至る L 字型の入り堀として改作された。1698年、米蔵が火災を契機に築地に移転すると、1771年、矢原堀は大半が埋め立てられ、10メートルほどの直線部が残されるのみとなった。 埋め立てた部分には町屋が起立し、野原堀埋め立て地と称された。医者が集中したため医者庁と通称されたという、七味唐辛子の発祥地としても有名である。1872年、野原堀埋め立て地と周辺の武家地を合わせて、野原堀町が起立する。1903年には、宿改正による公園整備のため野原堀は完全に埋め立てられ、 堀としては消滅したが、地名としては残った。1947年により、中央区日本橋八ゲン堀町となるが、1971年、住居表示により、周辺の町を合わせて東日本橋とされ、地名としても消滅した。現在堀の面影は、全くなく、八ゲン堀不動員や商店会などに名を残すのみである。中ほどにかかっていた橋、たもとに、 物乞いの荷が居座っていたことによる。名和の埋め立ての際に消滅した。河口に架か,かっていた橋。元柳橋と呼ばれていたが、その後神田川にも同盟の橋が架かったため、元を冠したとされる。葛飾北斎、歌川広重、小林清親など様々な画家により、題材とされている。それらの作品中、北爪に柳の大木が描かれており、これが、 柳の由来と考えられる。元祖とされる野原堀は現在は浅草新中店で営業を続けている。木村総八は柳橋港においてこれを俗説であるとし、元は元両国の元であると主張している。元両国とは両国境が1744年上流に移設された後、元あった場所を俗称したものである。ありがとうございます。